お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もねクラッシュライドやってくるんですけど、今日はねこちらゴレを使っていこうかなと思います。はい、まあ僕ゴレ使わないんですけど普段、まあでもリーグとか結構まあ試合、まあマルチは使わないですけど公式試合ではねぼちぼち使うかなっていうので、まあまあお気に入りカードではございます。で、まあ、今日紹介するゴレなんですけど、有名なねランバーベビーメガゴ型とかではなく、こっちのねちょっと違った方の方を紹介したいなと思います。これがねなんと強いんですよね。初手ゴレがねなんと強いっていうちょっと変わったゴーレムです。普通ゴーレムとかラバーとかって初手出したら逆サイド一気に折られたりとか、こうまあ言ったらリスキーじゃないですか、初手に出すっていうのが。なんですけどこのデッキの場合はですね、こうゴレ出した瞬間にはい逆サイ相手がまあ例えばロイホグコウモリとか来るじゃないですか。だけどもうスケアミだけで一瞬で守ってアドに回収とかボンバーで守って、こうやっぱゴレ出した瞬間チャンスだと思ってみんな行くんですよね。みんなすぐ攻めてくるの。その瞬間をボンバーとかスケアミでこう美味しくね回収して、さあ両サイ攻撃だドーンって感じのデッキでございます。なんで初手ゴレが強いですね。初手ゴレできないと後半ねこうライトニングとかスペルがないので、なんか最後の最後に削りきれなかったり、こうしっかりこう守られてね最後の最後勝てないっていうのがあるんで、初手にね相手がこう攻めカードなかったら相手なんかとりあえずマスケとか咲いてこう結局端前でぶつかるんでね、そんな出したところで、なんでこう無駄にできるんですよね相手のユニットを。初手ゴレして相手の手札が事故ってると無駄にできるんです。さあここで、はいもうニアドですね、ニアド、あーこれですね僕が言ったやつ。ここをミニペッカでまあ守りつつ、本当はねボンバーかスケアミあったら理想だったんですけど、たまたまなかったんでねドンマイです。ここはミニペッカで守ることによって、このミニペッカをね相手は守らないといけないんですよね。あのマジでちょっと吸いてですね、吸うぜ吸うぜ吸って、しかもミニペッカお前いいね戻ってきたけど、まあ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 、まあ、さあでこれねここで多分ボンバーを追加してくるんですよね、いつも僕が当たる人たちは。なんですけどさあボンバーどっちへ向かったですね。スケハルトの部隊も追加してキングをねちょっと攻めていきたいかなと思います。え、さてはこんな感じで折れてもいいのかというぐらい削れてますね。はい900、まあ、こんな感じですね本当に本当に。でこのマジアチャーはまあロイフが来ても多分完璧に守れない。オッケーオッケーオッケー、ロイフがもし来てたら、まあ、マジアチャーにだけメガゴ当てて、まあ、ダメージ強してたかなって感じですね。よしじゃあキングいきます。すいませんね。こんなしょうもないかもしれない試合して今日。まあ、特に理由はないんですけど、ちょっと、なんかね、最近同じようなデッキになってたなと思いつつ、ちょっと、気分転換ですね、今日は。さあ、これはね、ミニペッカを、てか、これこう守れば勝てそうですね。なんで、ええ感じにミニペトルで、ね、守りつつ、さあ、ハンターが多分出てくるんですね。ハンターを、これですぐ溶かして、もうザップまで当てちゃいますね。よいしょ。はい、これでもう相手はお疲れ様でした。という感じが理想ですね。これ完璧ですね。完璧。まあ最初ミニペッカで守ったのが、まあボンバーとかあればもっと良かったっていう感じですけど、これですね。これが完璧です。さあ、いきまーす。ちょっといいですね。勝ちやすい。勝ちやすいというか、まあ使いやすいと思いますね。このゴレ、いろんなゴレの形がある中で、このゴレデッキは。はい、個人的にはすごいおすすめかなと思いますね。さあ、2戦目っていきます。で、トルネを使うのが難しいって方は、トルネの枠がヤナメの場合もありますね。なんで、ヤナメでもいいかなと思いますけど、個人的にはトルネの方が強いイメージがありますね。なかなか辛いですね。このデッキ、マジエッチャが嫌ですね。しかも、初手ゴレないしね。さあ、出た。これもね、吸って、ちょっと早めに処理します。あ、ちょっと待って。やばい。オッケー。あー、これやばい。じゃあ、バルキリーがワンチャン挟んでくる。え?なるほどね。これちょっと許容して、さあ、オッケー。まあ、ここのダメージはね、ちょっと、まあ、こういうこともあるよねっていう。相手、メガナイトなんで、形作ってあげれば止まんないと思うんですよね。マジでちゃう?メガナイトマジやっちゃう、ちょっと珍しいですね。メガナイトマジやっちゃう。
これザップがパーンってきたらもう諦めます。はい、さあ行きましょうか。次にこっからですね、ゴーレムの強みは一本折られたところからキングまで折れるところですね。ここで、これはザップ打ちますか。ちょっと痛いですね。うん、オッケー。さあ行きたいと思います。俺のターン、行くぜ。あー、まあでもまだ残り1分半、あの2倍タイム入ってないんでなかなかむずいかもしれないですけど、これはマジやっちゃあれですね、陸で行ってもメガナイトで踏まれるだけなんで、ここに神トルネで吸っていく。はい、来ましたね。11です。これでこれはいいトルネードですよ。でここで今ロイフグ来ても、まあ、ボンバーで回収できる。で今回はまたゴレ展開ですね。ゴレ展開でロイフグ来ても、わーちょっとやばい、ザップが来る。あぶねー、ロイフグじゃねえわ。さっきのなんか感覚残っちゃってますね。いやー、これちょっとむずいですけど、ゴレ展開いきます。さあメガナイト来てもなんとかなりそうですけど、どうしましょうかね。あのマジックアーチャーをねちゃちゃっととかしたいですね。で多分コウモリフタとかワンチャン来るんで、ザップ構えて来ますね。この辺にん来ないの、来ないんかい。来てよね、そこは、そこは来てほしいんだけどね。ザップいいね。え、なんかちょっと上手くない？なんか結構使いやすいんですよね、マジで。いいっすね。さあここは完全にアド取ってますね。今相手はディガーとかいろいろもろもろ出してますから、まあ最悪来てもスケアミで守れそうですし、いやーいい流れですよ。もうここはねもう突き足していくだけですからね。でミニペック早めに出しちゃうと、踏まれてダメージを負っちゃうんで、まあまだ待って、さあ吸います。とりあえず端っこに出して、でこの辺に多分来るんでボンバー出しつつ、さあザップでメイ、オッケー。あ、でも相手のボイもやっぱうまいですね。さあこのボンバーがいい働きをしてますが、まあ、ここは後ろから出しつつ、もう多分適当にこの辺にドンでいけそうですね。さあであれを攻め取るねですって、まあ、ミニピックがね若干厄介。これ攻め取りでたまたまコウモリも処理できそう。でこのゴレマイトですね、ゴレ爆破とオッケー、ザップでいい感じに処理するんすけど、ちょっとやばいですね。なかなか差が縮まってくれないですね。縮まってくれないというか広がってくれないですね。うん、あぶね。さあ、まあ、相手スペルないんでいけそうですよ。怖えー、めっちゃ怖えー、マジで。この辺に多分ウォールブレイク飛んできそうですけどね。これ一回もう防衛のターンでいいかもですね。さあ、うわー、あのマジアチャがやばいですね。さては。さてはやばい。あのマジアチャさてはやばいですね。マジ？それはちょっと、そこまで怖くはないが、ちょっと怖いですね。いいいい、ナイスナイス。これ真ん中これで、うわ、うまいマジアチャ。オッケー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 。いや、耐えろ耐えろ。まあ、あとはもう時間。よし、守りきれない。ふぅ、まあ、ゴレもでも言うてちょっと大変っすね。よいしょー、まあ、ザップかな、ザップのタイミングさえ、なんか、このマジアッチ取るね、ザップで処理できるなとか、このザップの使いどころが結構大事なね、印象がありましたね。はい、なんで、まあ、マジアッチとかは、やっぱスペルがない分、しっかりトルネードですって、ゴレのね、爆破に合わせてあげて、で、ザップ打ってあげれば、ほぼほぼ突破できるかなと思いますね。はい。いや、結構いい感じですね。ちょっと肌似合うな。肌似合いますね。まあ、このデッキはきついのが、マスケラとか。マスケラっていうか、あれですね。やっぱスペルがない分の、こう、施設プラスの遅延系とか、アイスイズトルネードとか、そういう系がきついかなと思いますね。施設アイスイズトルネ。が多分ね、地獄級だと耐空か。が、若干少なめなんで、そこがね、まあ苦しいかなって感じっすね。ちょっと洗濯物が回ったんで、洗濯物干さないといけないっていう地獄なんですよね、マジで。一人暮らししてて、一番の苦までありますね、洗濯物干すっていうのが。皿洗いとかならいいんですけどね、洗濯物マジで嫌いっすね。
さあゴブリンが痛い痛い、これやばい、残ったザプツ。オッケー、相手はメガナイトっすよこれ。だって初手ゴールあった、俺覚えてないんですけど。さあ行っちゃいまーす、ぽい。さあで相手の攻めを見極めつつ、この U のボンバーでしっかり、ここちょっと待って、おう、あーこれちょっとごめんなさい、ボンバー後ろつくと思ってた。これはねやったっすね、あんまよろしくないかもしれないんですけど、まあまあまあ、ザップは我慢で、これミニペ追加っすね、このね、オッケーオッケー。でメガナイト今剥がれてて、ザップ垂れるかな、オッケーオッケー。このミニペッカーの処理が相手むずいんですね。でコウモリはいい、オッケーオッケー。まあ、ここはゴレが入ってますからね、一旦ステイサムでいい説がありますね。これ神ザップでコウモリ残すみたいなとこある。あはこっちでいいや、よいしょ。さあなんかね今マルチもなんですけど、グラチャレもか、メガナイトがすごい増えてますね。てかウォールブレイカーが増えてる、ウォールブレイカーばっかっていうぐらいウォールブレイカー増えてるんで、意外とこのゴレミニペがね刺さってますね。さあこれは基本的にもう無視したいですけど、まあこんぐらいならワンチャン。さあまだ耐える、オッケー。相手中型呪文がないんで、もうこれね残るだけで世界変わりますね。スケアミとか読みザップとか相当むずいですから。でこれまた同じですね、さっきとここも無視したけど、メガナイトなんでマスケさえ処理してあげたらキングまで結構ね持っていく流れになるかなと思いますね。でこう出てきてからミニペ追加して処理してあげて、よいしょ、このダクネ編まで追加してあげて、ちょっとねこの打たそうな形を作ってあげます。うわうまいうまい、それはちょっとうまい。うい、待って、両方入った、ちょっとやばい。まあでもあのマスキー味しだしてんな。これもうゴレの後ろに早速ボンバーつけてあげて、ちょっとやばい、ちょっとやばい、危ねえ。さあこれディガー拾いますね、ディガーを守れば多分守り勝てそうなんです。なんで後ろから、あダクネでも出しておきましょうか。後ろから出して、後ろから出しつつ、後ろから出しつつ、うべやべ、おぶね、え買ったくね多分。さああとは見届けるのみ、祈る祈る大事。えー来たー、ナイスー、グッドゲームからのふきふき。というわけでさあ、さては12勝いけちゃいますね。おい、いっちゃいましょう。ダニバイセン、ダニロドリツ。さあディガー、ディガーが最近すごい流行ってますけど、ディガーの下方修正決まっちゃいましたね。ちょっと辛いですね、ディガーの下方は。まあなんかみんなやっぱ使うカードなんで、まあ大人気カードなんで、まあ、しゃあないかなっていうのもありますけど。さあちょっとゴレがないのはね、ちょっと気悪いっすね、マジで。ゴレないと、初手ゴレないとこのデッキ勝てないんでね、本当に。ネタがバレると終わっちゃうんでね、初見殺しですね、本当に。初見では逆にめっちゃついっていう。さあ、ダクプリメガゴ、ジャイか。ジャイ PP ですね。ジャイ PP、ん?アイスイズダクプリメガゴ。あの5か。うわ、まあまあ、これはもう焦らず行きましょうかね。アイスイズから殺して、よいしょ。まあ、ゆっくりですね。ゆっくり。落ち着いて、ここはもう折られちゃうんで、折り返せばいいですからね。よし。さあ、ここで攻め取るねのコストがあれば、何でも守れちゃいますね。うわ、なんかおしゃれ。攻め取るねのコストがあれば、基本何でも守れちゃいますね。さあ、あ、これはなんか、ボンバーが、ボンバーがやんちゃ、いや、いい。ボンバーがめっちゃいい。さあ、まあ、こんな感じですね。もう守れなければ、守らなければいい。さあ。というわけで、真ん中スケアミもちょっと厄介ですよね。で、気持ちザップで処理できたら美味しいなーっていう。こんな削るんですね。まあ、これはキング狙うかすごい悩みどころですけど、まあ、ミニペックがね、いい感じにいますから、まあ、メガゴでも一回守りつつ、これ初手これですね。さすがに相手キングはね、初手これじゃねえ。ケツゴレっすね。キングは折れねえと思いますんで、ミニペッカロイジャイに構いつつ。さあ、しかも相手ファイボということは、
ダークネクロの処理もなかなかきついですね。アイスでさえ突破してしまえば。で、僕の課題は、アイスウィザードっすね、マジ。とりあえず、流しつつ、吸って、早めに吸って、早めに吸いの、タルババも使いの、ちょっと、ここ残したいですね。オッケーオッケー。もうこの形だけでちょっと厄介ですね。で、もう気づけば、もう一回これ展開して、もう一枚ってユニット裂きますね。オッケー。惜しい。さあ、これだけで今ね、5ワードぐらい取ってるんで、もう勝ちましたね。さあ、12勝。来ましたって感じで、アイスイズですね。相手の防衛のメイン。こいつだけをね、もう徹底的に、もう、こいつのことしか考えてないですね。もう。よいしょ。こいつさえ吸ってあげると、まあ、あとは、まあ、なんとかなるかな。で、この辺、逆サイスキャミをね、結構上手い人やるんですけど、これがね、うざいんですよね、意外と。防衛しないといけないっていうので。さあ、これは？いや、待って、相手防衛が上手いっすよ。あんなになんか、勝った感出してた僕がちょっとやばい。恥ずかしくなってきた。一応ミリペ構えて、僕あれっすね、キングサテは狙った方がいい説がありますね。いやー、ちょっと緊張感が出てきましたね。ここメガネ5を出しちゃうと、トルネで一気にやられちゃうんで、さあ、ういうわぁ、ちょっとやばいっすね、ちょっと。あ、待って、やばい、外した。うわぁ、これやべ、ちょっと待って。やべやべやべ、12勝ですね、とか言ってた。12勝ですね、とか言ってたのに。ちょっとやばいっすね、本当に。笑えねえっすね、これ。真ん中ロイジャイ来る、ロッキー、本当に来た。いや、でも、抑えろ。5があるんで、相手には。相手には5がある。これ真ん中ゴレだな。真ん中ゴレで、ドドンが、ドドンの、ドドンの。さあ、これで、いや、いけるよ。いけるよ。真ん中スキャミもやりの、とりあえずなんかいろいろ出しとけば、パニック。パニック、パニック、パニック、パニック。適当に1個出しとけば、パニック。オッケー、来た！ミニペイが止まんねえ。おぶねえ。危ないっすね。グッドゲームと言わず言って、磨いてきます。さあ、12勝。いやでも、しかも4連勝ですからね。この後半において。いやー、ヒーラーとエリゴレコイ。お？エリゴレコ完走できる。さあ、というわけで、今回ゴレ使ったんですけど、これ結構おすすめですね。本当に。まあ、トルネが苦手って方はやらめてもいいと思うんですけど、圧倒的トルネの方がこう、今みたいなアイスリーズとかにも、勝てるね、可能性が生まれるんで、よければね、お使いください。というわけで、終わりまーす。バイバーイ。